あ、おはようございます、今朝5時なんですが、先ほど、いつものように甘いものが食べたくなって目が覚めてですね、このロールケーキをちょっとつまみ食いしてですね、いつものようにですね、これからの特製のプロテインドリンクを作ります。で、材料はですね、この卵10個 L 玉10個にこのプロテインなんですが、これで一さじ20g のプロテイン取れるんですが、これを3杯、ミキサーに入れてですね、混ぜて飲みます。ちょっと用意します。あと4つじゃん、卵サバサバ。なんといってもね、僕今まで体重増やしたのは卵が最高でした。もう何のプロテインよりもですね、何のお肉よりも、何といっても卵の世話になって、だからある時は1日に30個も黄身ごとね、卵を飲んだりしてたんですけど、まあ、最近はこういう風にですね、卵10個のプロテインドリンクを1日に1回から2回挟むんです。それでこれにですね、プロテインジャボッと、じゃーん。もういつもこんな正確にやってないんだけど、大体ね、まあ3倍ぐらいこれね。それでそこにあるミキサーいきますよ。それじゃあ飲むとします。いただきます。グッと、これ1杯 500cc あるから約1リットル分ある。今の卵特製プロテインジュースを飲み終わったんですが、とにかく過食の時はですね、もうお腹に隙があれば食べる、何でも流し込む、食欲ない時はそうめんでも、うどんでも、ね、それで今なんとなく、中華丼を急に食べたくなったんで、このインスタントものなんですが、とりあえずこれだけ食べて、これは玄米のこのご飯、もうご飯いつも炊いてあるんですけどね、こういう風にね、それでこれをかけてちょこっと食べ足していこうかなと思います。じゃあね、これは玄米です。なんかね、体にいいみたいですね。ね、何年か前までは普通の白いご飯だったんですけども、最近ね、自然のビタミンやミネラルを取らなきゃいけないなっていうのを痛切に感じるんで玄米にしました。で、あ、できたようだな。ね、本当は出来合いのものよりもね、自然の手作りのものがいいんだけど、もう眠くてね、疲れてる時とか、やっぱ食べないよりずっといいですね。別に宣伝するわけじゃないんだけど、よし、さあ
ジャバーンと。とりあえず、ね、胃腸も筋肉ですからね、食べることもトレーニングだから感謝して いただきます。じゃあ、過食の時はね、もうほとんど24時間胃腸に隙があれば食べ込むという、ただそういうのをね、もう1年中やってたらもう胃腸もぶっ壊れちゃいますからね。最近はまあ1週間から2週間過食したらですね、2、3日休んでね、様子見て、それでまた過食してと、まあそんな具合かな。でどうしても苦しい時はこれ強力若元とね、でこれも胃腸薬こういったものをね一緒に取ります。今日は大丈夫みたい。どうも。